源氏物語源氏物語の登場人物宇治の体君宇治の大君は紫式部の源氏物語の登場人物。54条中第3部宇治十条の橋姫から明げ巻まで登場。薫の重い人。宇治八の宮と北の方に生まれた長女で、視力深くしっかりした性格の上品で、気高い姫君。母北の仕式の後は父と、 妹中の君と共に、宇治の別荘で、よすて人のようにひっそりと暮らしていた。そこへ、カオルが八の宮を、仏道の師と仰いで通い始め、ある秋の夜に楽を奏でる大君、中の君姉妹の姿をかいまめたのをきっかけに、カオルは美しく優雅な大君に思いを寄せるようになる。八の宮も内心ではカオルを姉妹どちらかの婿にと、望んでおり、 娘たちの貢献をカオルに託して亡くなった。頼りの父を失い悲しみに暮れる姉妹に薫は、細々と気を配り、仲の君と二大宮との結婚を進めながら自らも、大君に愛を訴える。それに対して、大君はつまらぬ男に関わるくらいなら、生涯独身で通すようにとの父の遺訓を守り通す、決意を固めており、誠実な薫を親わしく思いながらも、 自分よりも妹中の君とカオルが結ばれるのを願って父の夢中にカオルに踏み込まれても気強く拒み通す。しかしカオルは大君の意に反して逆に二大宮を中の君に手引きし、裏切られた思いの大君はその後二大宮が身分柄なかなか宇治へ来られないことに悲嘆する。あまり病に倒れ、カオルの手厚い看護も虚しく二十六歳の若さで他界した。 カオルを愛しながらも、現世で結ばれることを拒み通した大君は、死後も長くカオルの心を呪縛し続け、その面影を求めて仲の君、ついでイボ妹の浮船へと報われない愛の変歴を重ねる要因となった。ありがとうございます。